ませんね、本田シュートコースだけは限定してるんですよね。完全にスペース消してますね、コースを消しています。打てない距離に近づいてますからね。で抜かれない守備を取るんですよね、はい、日本がアジアと対戦するときはこのように横に回すパスが多くなってね、そうですね、どこでリズムつかめないんですよね、どこで縦に入れるか、うん、縦に入れた、まあ、ここどうか、中村健吾から寺を決めました。後半の19分日本先制、ついに日本が決めました。南アフリカでは120分スコアレス、そしてこの横浜に来まして後半の19分日本、中村健吾からのスルーパス、若い香川が決めました。すごいですね、岡崎選手がボールを受けに来たスペースをうまく使いましたよね。そうですね、縦関係でね、ファーストコントロールは見事でしたね。この香川の動きの質がいいですよね、この間に入り込む、そして後ろ向きから来るボールに対しては、ね、コントロール難しいんですけども、なるほど、ワンタッチでうまく、ね、次シュートを打てるところに置きましたよね。今日は遠藤、そして阿部、長谷部がいない中、中村健吾のスルーパス、そうですね、あザッケローニ新監督も嬉しそうですね。そうですね、鈴木さん、はい、ザッケローニ新監督ゴールが決まった後ちょっと柔らかい表情になりましてね、拍手をしていましたよ。そうですか。